NPO 法人オチラボの糸原と言います。よろしくお願いいたします。地域プロデュースっていう切り口なんですけど、それはどういうことかというと、例えば
ば人づくりですね。人が育つ活動ってどんな活動があるかな、あとは地域が賑やかになるような地域活性の活動ってどういうことがあるのかなっていう、いろいろな切り口から地域を作る、地域をプロデュースする、そういったやり方をみんなで考えるような、そういった場です。で、この雲南若者会議2回目で、去年のことも踏まえてですね、ぜひさらに発展した神様の集う若者会議になるといいなと思っています。全体の会の進行はちょっと自己紹介が遅れますが、ここにいる糸原るいがやります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでですね、私は時々出てきます。はい、で、あとはですね、ファシリテーターとかいろんなところで、市外、県外の神様たちが出てきてお話をしてくれますが、ぜひ皆さんですね、何気なく見とられますけど、本当に全国で活躍する一流のプレイヤーの人たちなので、あーって見らずに目をキラキラさせて、あの出会いを楽しんでいただきたいなと思います。はい、では全体の挨拶は、これで終わらせてもらって、早速神様のお話に移りたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではオープニングセッションに移りたいと思います。じゃ、先ほど紹介された3人の神様、ステージの上にご登壇いただきますようお願いいたします。ファシリテーターをおちらばの副理事長の小野博明さんに交代したいと思います。小野さん、お願いします。ということで、冒頭オープニングセッションということで、お話をさせていただきます。去年聞かれていた方は多分分かると思いますが、皆さんすごい方なんですけども、慶応大学を卒業して歌の歌、筑波大学の大学院を卒業して絵描き、そして慶応大学を卒業して、何屋さんなんでしょうか、その辺は本人からまた説明があると思います。はい、最初に私の方から自己紹介させていただきます。私は一橋大学の大学院をわざわざ卒業して、島根県の雲南市で古本屋の社長をやっております、有限会社エコバレッジ代表の小野と申します。2001年に東京で会社を立ち上げて、2006年に島根県に本社丸ごと移してきまして、インターネット通販という形で、もう本当ここから奥の方に奥出雲町の境の湯村というところで、全国に向けてネット通販の本屋さんを、やっております。それとここでは福祉作業所をやっておりまして、障害者雇用という形で15人くらい障害を持たれている方が日本でこう社会進出、そんなようなことはい、ということで、お三方から3分ほど自己紹介をいただきたいなというふうに思っております。何回かこう回したいなと思っているので、ちょっと今日話す内容というのはまたちょっと置いておいてもらって、純粋に自己紹介をしていただければと思います。どなたからでも。はい、はじめまして、宮崎健介と言います。僕はですね、基本的に絵描きです。絵を描いて生きてます。ですけど、なんかプラスアルファで絵でなんかもっと何かできることがあるんじゃないかなと、こう絵っていうと本当にこうアトリエに入ってずっと描くだけで人と接することがなさすぎるので、なんかもうちょっとこう絵を活用してできることがないかということで、いろんなことをしてます。で、一番最初に実は雲南と出会ったのが2007年ぐらいですかね。その時はその一番最初に桜祭りという雲南市が、企画して、大きな桜祭りを今からやろうっていう時に、入らせていただいて、その時は雲南のこう絵を描かせてもらったんですね、一人で。で、たまたまその時にこう水戸屋高校の美術部さんがいらっしゃって、なんか一緒にやろうよっていうことがあって、それで一緒にやったことがきっかけで、それから毎年雲南の高校生たちと一緒に作品を作るっていうのを続けてきていて、で、割とそれがきっかけで絵っていろんなことができるなと思って、それからいろんな場所でいろんな活動をするようになったんですけど、例えば、来年の1月には僕今度ケニア のスラム街があるんですけど、そこの小学校に行って、
一つは日本と全く環境が違うので絵を通じてケニアの子どもたちと日本の子どもたちでコミュニケーションを取らせようっていうのと、あとはそのケニアの小学校に、まあ、スラム街なのですごくこう暗いんですよね。だからそこでちょっとこう明るい環境で勉強してもらおうということで、その地元の人たちと一緒に壁画を描いたりとか、なんかこう普通の生活にちょっとこう絵というかこう明るいエッセンスをそこに入れることでちょっと雰囲気が変わったり、あとそれを共同作業として作ることで何かその地域の絆が作れたりとか、なんとなくそういうことをちょっと自分が勉強しているというか自分が職業としている絵を通してなんかできることがあればやっていきたいなというふうに思っていて、で今年は来年ですねの桜祭りでもまたお祭りの中にちょっとアートのエッセンスを入れてちょっと盛り上げるような活動をしたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私は、一番この3人の中では、まあ、4人の中では何屋さんなのかを一言で言いづらい、と思うんですけど、本屋さんでしょ、絵描きさんでしょ、豚農家さんみたいな感じですよね。豚農家さん、怪しい怪しい豚農家さんなんですけど、私はですね、学校の先生に対して、学校外の、若い人たちの力をうまくこう何かコーディネートして学校の先生方に協力する形で、学校の生徒たち、特に中学生高校生たちが何かしら気づきを得るような企画を学校教育の中に提案していく、で実際に実行するような仕事をしています。私は宮地さんの大学の一個下の後輩 で今から14年前に今の仕事を立ち上げました。大学を卒業するときにすごく悶々と考えることがあったんです。私これから何やっていこうかなと思って考えてました。私の実家は岐阜県の山奥の飛騨高山というところで、島根県でいう雲南市と同じようなポジショニングなんですけど、どういうポジションなのかというと、いやメインの岐阜市とかじゃないっていうことです。一番人が県庁所在地として集まっているところではなくて、そこから3時間ぐらい電車で雲南市よりみたいな空港がないので、ね、行くのも大変なんですけど、山の中にあるところで生まれました。で、そこで、私はですね、大学が近くになかったので、大学に行くってことを言えば町を出れると思って大学生になるっていうことを決めて、それだけを目的に大学生になって、大学4年間を東京の近くの神奈川県で過ごしたんですけど、卒業するときになんか東京に集まっている人たち、この関東に集まっている人たちからもらった刺激みたいなものって高校生の時に一つも知らなかったなって思ったんです。学校の中で高校生の時に友達とのトラブルとか、先生に勉強をやらされているっていう感覚でやっていた勉強とか、つまんないな、面白くないな、毎日私何のために生きてるのかななんて思っていた高校生活の時に思いもしなかった社会の面白さみたいなものだとか、世の中実は自分で何かチャレンジしていけば変えていけるんだっていう実感とか、そういうものを浴びるように東京で感じることができました。でそれが東京ばっかり集まってるのは悔しいなと思ったんです。東京だけじゃなくて、しかも学校の中にも入っていくような地方の学校の中でもそういういろいろな社会で面白く社会を作っていくような刺激的な毎日を送っているような人たちとの出会いだとか、地域で頑張っている大人たちとの出会いだとか、そういったものを田舎の私の母校のような場所があるような田舎でも感じることができる機会を作っていくことを自分の仕事にしていきたいなと思いました。それでちょっとややこしいんですけど、今の仕事を13年前に始めました。で今はですね、東北の東日本大震災の後被災地と呼ばれているようになった場所で、今ずっと仕事をし始めて4年目なんですけれども、そこで高校生たちと一緒に被災者って呼ばれるの悔しいよねと、いつまでも支援される人でいるの悔しいよねと、
自分で今度はこの街を作っていく人になりたいよねっていうことで、高校生たちと一緒にあのプロジェクトを作って、高校生たちが街づくりをしていくというような形の手伝いをしています。まあ、そんなような仕事です。よろしくお願いします。はい、宮地雄介と言います。神奈川県の藤沢からやってきました。あの藤沢って言うとピンとこない人もいるかもしれないので、あの湘南とちょっとかっこよく言っておこうかなと思います。あの湘南地域で、豚農家をやっています。とはいえですね、僕豚の世話が一切できない豚農家なんですね。さっき今村さんからもね、いまいち何やってるかわからない人みたいに言われちゃいましたけど、豚の世話を一切していない豚農家の宮地と言います。僕はですね、やっぱり親父の後は継ぎたくなくって、まあ、うちはね、あの代々農家だったんですけど、親父は養豚を、やっていて、まあ、30歳で親父の後は継ぎたくない、30歳までに起業しようと。でそのために、まあ、大学を卒業して一回社会に出て勉強しようと。で毎朝早く起きて、勉強してました。そのうちにですね、だんだんこう農業の本ばっかり読むようになっていったんですね。自分にもね、農家の子世代のこう遺伝子が流れていたのか、どうやったらこ うちのね養豚業が良くなるんだろうっていうことばっかり考えるようになっていったんですね。その時にこう思いついたのが、学生の時にやった、たまたまやったバーベキューをやるとですね、うちで生産した豚をみんなに食べてもらって、みんなに美味しい美味しいと言ってもらえるし、あの普通にね豚を売ると安い値段しかつかないのに、自分でこう宮地豚ってね、自分家の名前をつけて売ってるんだけど、そうするとまあ簡単に言うと高く売れると、まあ、こういうですね、ブランド化っていうけど、ブランド化をして自分で直接販売できれば、農業ってめちゃめちゃ魅力的な仕事だなと思ったんですね。なんか農業って言うと、多分みんなのイメージはこう背中の曲がったおじいちゃんおばあちゃんがね、クワ持って畑を耕すみたいなね、で泥だらけのお野菜を水で洗って袋に詰めるみたいなね、で1袋100円とかですね、そういうイメージがあるかもしれないけど、僕はですね、農業っていうのは生産、そういったね生産からお客さんの口に届けるところまでを一貫してプロデュースすることだと、そういうふうに考えたんですね。そこまでひっくるめて農業が、バーベキューも僕にとっては農業なんですね。なんかこうやって、まあ、みんなの前で話をするのも僕にとっては農業なんですね。そうやって農業を捉えると、実は農業ってめちゃめちゃ魅力的な仕事だなというふうに思ったんですね。あ、これだったら俺もやってみたいなと思ってですね、会社を辞めて実家に帰ってきました。それであと今は農家のこせがれネットワークというですね、もっと都心にいる、都会にいる実家が農家の人、東京にやっぱり全国各地から若者が集まってきます。そういった実家が農家の若者たちに農業の魅力と可能性を伝えて、実家に帰って農業を始めてもらおうと、その後押しをしようと、まあ、そういう活動を、6年前に始めました。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの本当お三方は本当に今全国で活躍されている、もう本当に若手リーダーというふうに目されているお三方です。といっても、まあ、峰さんと久美さんなんかはもう本当10年前ぐらいからずっと知っていて、で今となってはこう全国で活躍する、まあ、リーダーなんだけれども、本当にあの東京にいた時代から本当に、いやもう自分はもう世の中を変えるんだ、世界を作るんだということをもう本当に言ってたんですね。なんかやらかすという予感を本当に周りに持たせて、でそれでやっぱりもうあんまやってきているという、そんな姿があると思うんですね。でもう一つ、久美さんが、ね、さっき言われてた世の中づくりとかそういったことをもっともっと若い時から知れたらいいのになというようなことを言っておられましたね。なんかちょっとその辺を踏まえてちょっとお三方にお聞きしたいんですが、じゃあ逆にこうお三方がこう地域づくりとか世の中づくりとか言ったようなことにこう目覚めた時っていうのはいつなんだろうか。すごい難しい質問ですよね。私もね、世の中づくりしてるつもりあんまりないんですね。難しい。いや、なんかむちゃくちゃかっこいいこと言ってるから。いや、そんな大きいことやってるって感じ。いや、多分ね、あれだよね、その自分は一言で何をやってるか説明できないっていうのはね、その職業を、なんていうかな、仕事にしてないんだよね。多分みんながこう夢を、多分小学校、中学校の頃ね、将来の夢っていう作文書いたと思うんだけど、その時多分90、100人いたら99人が職業を書いたんじゃないかな。
例えば医者に、お医者さんになりたいとかね、あのなんかアイドルになりたいとか職業を変えたと思うんだけど、多分僕らの生き方ってその職業ありきじゃないのがやっぱり一番の違いかな。そうですね、僕もかなりその今画家って言ったんですけど、いわゆる画家ではなくて、もう本当にそのライブペイントもするし、壁画も描くし、プロジェクトもするし、いろんなことをやってるんですけど、やっぱり画家っていう器に入れると、あのまあ絵を描いてる人だなって分かってもらえるから言ってるだけで、それをこう何かにカテゴライズするのは難しいし、自分でもそれを想定してやってないので、その辺は何かありますね。でそのすごくそのことが大切だなと思っていて、あの私も高校生の時に、進路希望調査みたいなものに、自分のなりたい職業を書くとか、あの行きたい大学を書くということを、まあ、締め切りまでにやらなきゃいけなかったことがすごく苦しかった記憶があるんですけど、想像つかなかったんですね当時。なので私の実家は土産物屋で、土産物屋でお父さんもお母さんも大学に行ったことがない家庭で育って、で土産物を作って売る、でお店に並べるとか、そういう仕事はイメージついたんですけど、それになりたいかって言われると特になりたくないなとか当時は思っちゃうし、でも今考えると実はそこにも可能性があるんだなとか、あれもあれで宮地さんみたいにね、あの面白くする方法いくらでもあったんだなって今は思うんだけど、当時はなんかイメージがつかなかったですね。でも多分みんながこれからあの大人に、高校生の皆さんが4年後5年後に自分の職業を選択するときにはもっと難しくなるかもしれない、大学生の皆さんが数年後何か職業を選択するときには、今多分想像できているものから選択するのは難しいかもしれない。しかもそこで身につけておかなきゃいけない力って、あの学校の先生になりたいって言ったら学校の勉強だけしとけばいいかというと全然違うかもしれないっていうのが、多分今の世の中ので起きている複雑さなんじゃないかなと思っていて、そういう意味でこの場がこういういろいろな専門職になる人も、いろいろなカテゴリーするのも難しい人も集まっ、あ職業になる人もいろんな人がいるんだろうけど、なんか場作りをしていくような力をみんなが持っていくっていうのは一つのここの場の意義なんですかね。そうだね、あのやっぱりね、まあ、僕農家のこすがれネットワークで何を提唱しているかというと、農家は農家だけで集まっちゃダメだよっていう話をするのよ。でもね、全国各地に農業者の集まりってね、実はたくさんあってね、農家だけが毎月集まって何か話し合うんだけど、もう申し訳ないけど農家だけで集まっても何のいいアイデアも浮かばないのね。でもそこにいろんな人が入ってもらうとまた話が変わってくる。例えば飲食店の経営者の人とか、商品開発ができる人とかね、今日もね、あのカレー作ってるとかいろいろ発表があるみたいだけど、商品開発ができる人、あと純粋に農業を応援したいという、まあ、いわゆる消費者の人とか、まあ、学生とかね、いろんな人が集まるからこそ実は農業界に新しい風を吹き込むことができる。だからそういう場を作ろうということで、まあ、実は全国に仲間がね、本当全国各地でそういう活動を、ね、今やってくれているんですね。なんか僕なんていうと本当その高校から芸術なんですよね。で芸術のコースがある高校に入って大学院とずっとアートしか勉強してないんですけど、あのその世界ってすごい狭いんですよね結局は。でもちろんあのそういうアート界みたいなのはほとんどそういう人たちであるんですけど、でも結局そのアートで、発信したいとこっていうのはそのアートだけでいる人じゃない人たちが多いので、そしてまた自分のその今まで培ってきた能力を発揮、何が発揮できるのかっていうのはやっぱり外の人たちと触れ合って、まあ、その自分の得意性と今まで磨いてきたものをどう活かせるかっていうところなので、なんか特に、今いろんな地域にアートが入ってってっていうところはあるんですけど、そこはまさに、やっと活かせる場所がいろんな可能性が出てきたっていうところなので、あの得意性とあとなんていうんですかね、そういう大衆性みたいなものをこう融合させる方法というか、こういう場ももちろんそうなんですけど、いろんな個性、持ってる個性を出して、でそれがこの集団になった時にどう活かせるかっていうのを自分でこう成功体験として植え付けられていくことがこう将来でもすごく役立つことだと思うので、今日はもう本当になんか個性丸出しでやってほしいなと思います。個性丸出しいいですね。いいですね、うん、いいですね。この句ってね、ただの本屋じゃないね。あのこの間岩手県の大槌町って私がいるところで突然会ったんですよ、去年かそこらに。
私ずっと会ってなくて8年くらい。普通の本屋さん岩手県に呼ばれないですよね。ね。あ、突然振られたらちょっと動揺しておりますけど、はい、やっぱりあのたかが古本屋でも作れる世界っていうのはあるんですよね。あの本っていうのはやっぱこの世で唯一あの腐らない商品なんです。ほっとけばほっとくほど価値が出る商品なんですね。その力を使ってじゃあ過疎地のため、過疎地の障害を持っている人たちのために何かできることっていうふうに考えたら今の姿にたどり着いてたんですね。別にこんなことが今日、ね、1時間とか2時間とかそんなところでアイデアが出るような、もうすぐ考えついたことではなくて、それはもちろん会社立ち上げて14年になります。19歳の時に会社立ち上げました。でやっぱ14年間いろんな失敗をしてもいろんな人にボコボコに殴られながら、まあ、そうやって考え詰めてきた先になんかそんなものがあったなって思ったりしています。なるほどね。だそういう意味ではぐるっと回って小野くんが最初に言った問いに答えるのであれば、僕はね、一次産業をかっこよくて感動があって稼げる産経産業にするっていう夢がね、思い浮かんだ時に実家に帰って農業を始めようというふうに思ったんですね。で、これは僕ね、大事なのは、あ、夢って職業じゃないんだなというふうに思ったんですね。豚農家になりたいと思って実家に帰ったわけじゃないんですね。一次産業をかっこよくて感動があって稼げる産経産業にしたいなと思って実家に帰ったんですね。でこの夢って実は僕豚農家じゃなくてもできるなと思っていて、例えば飲食店をやってる人でもできるだろうし、学校の先生でもできるだろうし、行政マンでもできるだろうし、いろんな立場で実はこの夢って実現できる。だから本当にその職業だとか今あるね枠組みをね、取っ払ってね、それこそ個性丸出しで自分のこうやりたいことだとか、なんだろうな、感じたことみたいなものをこうみんなで、ね、ディスカッションできるといいんじゃないかなって思いますね。あ、めぐちゃん、さっきの話の続きでちょっと、それぞれ皆さんちょっと全国各地の事例をなんかちょっと一つ二つ知りたいなというかところがあったので、具体的になんかこんな地域でこんなことを見てるよみたいなことを少し教えてもらいたい。そうですね、僕が今やってることとしたら、東北も僕やってるんですね。でやっぱり震災があった後に被災地に入って、最初はなんか子供たちと一緒にこう絵を描いてその場所を少しでも明るい場所にしようっていうところからの始まりだったんですけど、やっぱり時間が経つにつれてまた新しい人間関係というかができてきて、で新しい町づくりの中にもちょっと関わるようになっていて、で今僕が主に関わっているのが、岩手県の大船渡っていうところなんですけど、やっぱり、時間が経つにつれてだんだんとそのいっぱい入ってたボランティアの人たちも、そんなには来なくなってきて、もうオリジナルの自分たちでなんか町の魅力を作るというところで、アートの力ですよね。でアートの力は何があるかっていうと、こうまずは見栄えがしたりするんですよ。すごくそれ自体が街を変えるかというと非常にそれ難しいんですけど、こういうことやったっていうのをこう分かりやすく見せることができたり、あとは参加するこう間口が何ですか、広いというか、すごく街づくりに参加する会議に出ましょうって言ったら、ちょっと参加する人たちっていうのは限られてきたりするんですけど、こんな面白いもんみんなで作りませんかって言ったら、じゃあそんなんだったらいいよとか、例えばそこに子供を巻き込むことで親がついてきたりとか、なんかそういうアートっていうのは人と人をつなぐエッセンスもあるなというふうに僕は思っていて、それと同じようなことを、遠くでやったようなことを、そのケニアのスラム街という特殊な環境の中で人と人をつなぐようなことをしたり、あとは僕は地元が九州の佐賀県なんですけど、同じような悩みを持っていて、なかなかこう若者がこう何ていうんですか、集まる場所がなかったりするんですけど、それをアートの力でこうみんなで物を作って、それをみんなで見に来るということで一つのこう場を作ろうみたいなことを僕はやってます。はい。私もさっきちらっと言ったと思うんですけど、被災地というふうに呼ばれている岩手県の大津町。三重県の長門にいるんですけど、今そこで生徒たちがすごい面白い動きをしています。高校生たちが自分たちで被災地って呼ばれない
もともとの元この地域が持っている、大槌町が面白いからここに行きたいって思えるような町にしていくための広報マンに自分たちがなるっていうことを最近始めています。例えばなんですけど、一人の女の子が、理科がすごい好きな女の子がいて、他は成績が全部悪いんですけど、理科だけがすごい好きな子がいるんですよ。で、星が綺麗だと。で、東京にこの間、被災地だからいろんな人から支援をもらって、東京に研修旅行にその子が行ってみたら、東京って全然星が見えないんですよって驚いて帰ってきて、だから、星が綺麗な大槌町って生まれたいって言って、星が見たい人はこの日大槌町に来てくださいっていうのを Facebook でいっぱい発信したら、なんか親子連れとか、13組ぐらいがわざわざ大槌町に旅行に来てくださって、でその子高校生が星のガイドをこうして、ここからこうやって見える星があんな星でとかいうことを熱く語ったりとか、まあ、そういう星ガイドをするという、こうプロジェクトを今高校生がやっていたりとか、あとはですね、外国人の人たちにはもっと来てもらいたいって言って、町の被災地っていう状態になってしまっている町の町並みみたいなものを、自分たちが英語が苦手なんですけど一生懸命翻訳して、街の状態を英語のガイドを作って、で Facebook で、これも Facebook なんですけど、外国人の人たちに、大使館とかに協力してもらって、日本に来ている外国人 の, 旦那さんについてきた奥さんたちとかにこう発信して、大槌町に来てくれた人たちに英語で街を高校生がガイドするみたいなことをやったりとか、まあ、そういうようなことを高校生たちができる範囲でやるっていうことを学校と協力しながら、なので学校の先生方もヒヤヒヤしながら見てらっしゃって大変なんですけど、まあ、そういうことを生徒たちがどんどん始めていて、本当にできることってたくさんあるなと思って見ています。じゃあせっかくなんで、僕は雲南市でやってることをお話ししようかなと。大人版幸雲南塾というのをね、ずっと、まあ、小野君とも一緒にやって、今年も4年目になるのかなと。やっぱりこう地域を元気にしたいとか、地域に居場所を作りたいっていう若者はたくさんいるんだよね。ね、実家どっか都会に出てたけど、こっちに帰ってきたらなんか友達と会う機会がないとかね、若者で会える機会がないからね、なんとかしたいんだというような思いを持っていたりだとか、やっぱり自分の得意な、それこそアートの力で街を元気にしたいだとか、もっと農業をね、元気にしたいとか、いろんな思いを持っている人っていうのが雲南市にいて、そういった人たちが集まって、自分の思いを形にするというですね、プランを、自分のやりたいことをこう紙に書いて、みんなの前で発表して、その発表に対していろんなたくさんの質問をもらったりだとか、アドバイスをもらって、また1ヶ月間行動して1ヶ月後に集まる、それを半年間こう繰り返すと、まあ、こういうことをやっていったんですね。その何というのかな、こう集まる場の、その場作りっていうね、僕は今回場作りというテーマでね、食と場作りをやるんだけど、場作りを目的にして場作りってやってもね、意味ないんだよねと。でもそうやってみんなが夢を叶える塾を、みんなでこう夢を叶える塾に参加することで、実はそこが若者の集まる場になると、まあ、こういうことなんだよねと。まあ、そう考えると、その何だろうな、自分のやりたいことっていうのをきちんと、まあ、形にして発表して、それを夢を叶えるのを手伝ってくる人っていうのが周りにできてきて、で不思議なもので、人の夢を手伝うと、今度はですね、なんか自分の夢も周りの人が手伝ってくれて叶いやすくなるという、そういういい循環が今雲南市にはできているなと、まあ、そういうふうに感じているんですね。まあ、なので、なんか今回のね、この場もそんな場になればいいんじゃないかと思うんですね。今日もいろんな高校生から社会人まで、大学生もいて、で、まあ、僕らみたいなへんてこりんな人もいて、自分のね、普段なかなか学校だとかね、家庭では自分のやりたいことって思い切って言えないかもしれないけど、今日は思い切って言って、それをなんか、まあ、僕らの食と場作りだからね、来年の4月の桜祭りでなんかね、こう形にできればいいんじゃないかななんてね、ちょっと思っております。やはりお三方の見ていると、必ずやはり人を巻き込んで何か物事を進めているっていう姿があるのかなっていうふうになことを思いながら聞いていました。おそらく今日の会でグループで話すようなことを、おそらくお三方いつもやっているんです。だから本当にこうした素晴らしいプロジェクトのこういう場で生まれると思います。ぜひ今日みたいな場を活用して、なんかいいこと、いい話作れたらなというふうに思っています。もう2、3分伸ばしていい？大丈夫ですか？すいません、はい、ちょっと最後は軽めに、どんな高校生、大学生でしたかというところと、あとは今日お期待するところ、
もうちょっとはい、一言最後ください。はい、じゃあまた順番通り。どんな高校生でしたか？僕中学まではスポーツしてたんです。サッカー部だったんですけど、高校で絵を描きたいと思って芸術コースに入ったんですが、こうなんていうんですかね、さっきちょうど水戸谷高校 の演劇部の子の話聞いてたんですけど、そんな感じの子、女子がいっぱいいて、その中の男子だったんですよね。で、やっぱ絵を描きたい男の子なんてあんまりいないし、どっちかというとちょっとおとなしいような子たちばっかりで、僕は3年間そこだったので、全然心を開かずに、めっちゃ暗かったです。暗いというか、ちょっと非行に走り気味でした。で、テラスハウスに、こう見たテラスハウスに出たことが、はい、テラスハウス、そうですね、昔のテラスハウスというか、相乗りという番組に、前身の番組、そうなんです、出たんだ。大学時代ですね。その反動で大学で弾けてしまいまして、楽しい大学時代を得て今に至ります。はい、今日期待することは危ないですね、危ないですね。期待することはさっきも話したんですけど、やっぱり、なかなか自分のことをこう言葉にして言うっていうのは難しいんですけど、いつもの学校とはまた違う場所だと思うんです。また職場だったりとは。だからもう今日っていうのは新しく自分も生まれ変わるというふうに思って、ちょっと新しい自分にチャレンジしてもらいたいなと思います。なんか、はい、そういう感じです。犬も歩けば棒に当たるっていう言葉が私は好きなんですけど、犬も歩けば棒に当たらないんですよ、意外に。で、私たちがこう、歩いてると意外にいろんなものを避けて歩くことができるだけど、で、あとぼーっとして歩いてても意外にそこに何か棒があるってことに気づかず歩くことができちゃうんですけど、私も高校生の時は自分に全く意欲がない子だったので、棒に当たれない、チャンスに巡り会えない人でした。なのでいつも学校つまんないなって言いながら彼氏のことばっかり考えている、そんな高校生活だったんですけれども、この場があるっていうのはすごくみんなにとってチャンスだと思っていて、まずこの場に来たっていうのは多分先生に言われてきたとかいろんな人がいると思うんだけど、誰にも与えられていた権利として、この場があったんですよ。で、この場を皆さんが犬だとしたら、そこにぶち当たってこの場に来た人っていうのはまずそのチャンスを手にすることができた人だと思います。で、この場で今からみんながいろいろなグループに入って議論することによって新しい視点が増えていくんですよ。で、視点が増えると棒に当たれるんですよ。ただ歩いているんじゃなくて、いろんなその辺に落ちてチャンスは巡ってこないって、チャンスは落ちているものを自分で拾える力を持つことで、いくらでも今の世の中は、特にこの雲南市の森はみんなにとっていくらでもチャンスにしていける森がもうすごいことになっているので、なのでみんなは歩いたら棒に当たれる犬になってもらいたいなと、そのためにこの場を活用して楽しんで議論してもらえたらなと思います。僕は冴えない高校生でしたね。彼女のことなんかとても考えられないような、ね、冴えない高校生で、野球やりたかったんでね、野球部に入ろうと、でも硬式野球は無理だと思って軟式野球部に入って、そしたら控えでポジションをね、主審だったんだよね。試合に絶対出ることがないけど、なぜかね、審判もいろいろいるのに主審をやらされて、一番嫌なのはワンアウト二塁のセンター前ヒット、ツーアウト二塁のセンター前ヒットは絶対にこうクロスプレーになるみたいなね、それアウトって言ってもセーフって言ってもみんなから怒られるみたいなね、こんなことをね、やってる非常に冴えない高校生だったなというふうに思っております。で、やっぱりね、大学になるとね、少しずつこう自分のやりたいことというか、そういうのもね、こう定まってきて、それに向かってこう一生懸命勉強していくと、そういう前向きな感じになれたかなと思うんですけどね、意外と高校生の時は冴えなかったなというふうに思ってますね。で、今日は、来年の4月に桜祭りがあると、僕が来年の4月は嫁さんを連れて桜祭りに参加したいなと思ってるんですね。結婚されたばっかりなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、もうモテないキャラ使えないですけどね、これで。え、モテない、ずっとモテないキャラだったんですよ、業界の。でももうそのキャラでいけないから。違う、雲南市ではモテるキャラで通ってたから。
そう、保護疑惑がありまして、そうそう、そうじゃない。で、まあ、とにかくだから桜祭りでは今日のね、みんな、まあ、みんながみんなその桜祭りになんかこうね、プランを発表するっていう感じじゃないかもしれないけど、まあ、少なくともいくつか桜祭りでなんかプランをね、発表する人もいると思うんで、来年の桜祭りが楽しみになるようなプランをみんなで考えてほしいなというふうに思ってます。はい、ということで、だいぶ伸びてしまいましたが、冒頭の、セッション終わりにさせていただきます。案内それではありがとうございました。皆さん、登壇者の3人の神様に拍手をお願いいたします。